内田彩 J カントリー。皆さんこんばんは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお送りする30分でございます。今日はいいお天気ですね。本当に雲一つないぐらい、今スタジオから見えてる青空、雲ないですよ、雲ない。いやほんまにいい天気ですけれども、それとともに花粉がやばい花粉がやばい。今スギ花粉ですよね。私あんまりスギ花粉は反応しないタイプだったんですけれども、今日はやばいもうさっきまでね鼻をすすりながら、まあ今もなんですけれども大変、まだ薬飲んでないんですよ。はい、いやもう遅いでそれあやちゃんっていうね、突っ込まれまくってるんですけれども、まあちょっと頑張って耐えていこうと思います。はい、涙流しながら鼻すすりながら今日も頑張っていこうと思います。今日はね天気すごい良くて、あの放送の前に北野天満宮行ってきまして、はい、梅めっちゃ綺麗でした。まだね全部満開っていうほどでもないか、でも、ほとんど咲いてたかな。あ、すごいいろいろ白とあとピンクとか赤っぽいのとかいろんな色もあってね、綺麗でしたよ。またぜひ皆さんもいろいろ梅ね、街中でもちょっと咲いてるとことかもあると思うので、また見つけてみてください。さあ今日も生放送でお送りしていこうと思います。今日のメッセージテーマはね、今日お風呂の日らしいのでこれにいたします。お風呂浸かる浸からない、お風呂浸かる浸からない、これが今日のメッセージテーマですね。シャワーだけでもう年中済ましてる人とか、まあお風呂使ったら使ったでこんなことしてますよとかね、長風呂でこんなことしてますよとかいろいろあると思いますので、皆さん理由やエピソードなんかも添えてぜひ教えてください。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 番です。たくさんのメール、ファックスお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にサイン入りアメリカンポストカード、そして BS ファインのサンプルリストバンド入りパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れのないに書いて送ってきてください。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。辛い足元の冷え、キルガン万浴 BS ファインのレッグウォーマーはただふくらはぎにつけるだけで足湯のようにじんわりじわじわ温める。サンプル付き無料商品カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 鴨繊維まで。内田彩アルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。まずは一曲お聴きいただきましょう。内田彩で幸せのお裾分け。
聞きいただいたのは内田彩で幸せのお裾分けでした。 KBS 京都ラジオから生放送でお送りしています内田彩 J カントリー。今週のねメッセージテーマはお風呂浸かる浸からないということで、まあいろいろありますね。私はシーズンによります。はい、冬場はしっかり浸かる派で、春も浸かりますね。夏のねやっぱ本当に暑い時はシャワーで済ましちゃうことが多いかな。でも極力浸かりたいなと思ってるんですけどね。さあ紹介していきましょう。 J カントリーの守り人さん、お風呂は絶対浸かります。浸かって道後や登別などこれまで行ったことのある温泉をイメージして楽しんでいます。なるほどね。もうこの我が家のお風呂は温泉やってこう目つぶってねイメージしながら、あ、それはそれでちょっと気持ちいいかもしれませんね。入浴剤とか入れたりして、カルメラさん、お風呂にどのくらい浸かるか、今の時期だと長くて10分ぐらいは浸かります。まだまだ寒い季節なので、まあね、じっくり浸かっても汗出るぐらいしっかり芯まで温まりたい、そんな感じですかね。しのさん、お風呂に入ると真冬でも汗だくになりますが、お風呂に浸かるのもやめられません。真夏でも浸かっています。いや、英語だと思います。英語だと思います。はい、さあさあ、まだまだメッセージ来ておりますけれども、はい、引き続きねお便りお待ちしておりますね。内田彩、内田彩、J-Country KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン盤浴 BS ファイン。ちょっと皆さんに緊急お知らせなんとなんと BS ファインの角野社長がね急遽京都にいらっしゃるということで、今まさに本当に今スタジオに到着されました。角野社長です。こんばんは。よろしくお願いします。結構ハラハラでしたよね。16分についてちょうど今ですね。うわ、え、京都に16分に使われたんですか。そうです。もう間に合うかどうかの瀬戸際だったんですけど。そうです。さすがですね、スーパーマンですね。やっぱりいや、もうあの、はい、いつも折り口に一番近いところに乗ってますすごい、もうよかった、間に合ってよかった。本当にということで、皆さん大変ご心配おかけしました。改めましてあのご紹介させていただきたいと思います。はい、キル岩盤浴 BS ファイン加茂繊維株式会社代表取締役の角野光俊さん、スタジオ生出演でございます。いらっしゃいませ、はい、ということで今日は京都でいろいろ仕事があったんですね。そうですね、これから打ち合わせをして、で、あと明日1日打ち合わせをするので、分刻みですね、本当に。いや、本当にね、あの新社屋ができましたからね、本当に皆さんからたくさんのお祝いいただいたりして。岡山ですよね。そうです、津山市内になりましたので ね、 でうでね、もう本当にあのご来店される方も多くなって、あ、で なぜかしら忙しくなってしまったという、はい、今日この頃なんですがまあ先週も ね香港のお話しさせていただきましたけど、香港の話の続きをっていう ねで、もう香港本当に20年ぶりというふうに先週もお話ししましたけど、はいはい、本当によくこれだけ変わるんだなと。あ、ただアジアは、はい、私京都にいた頃からよく東南アジアに行ってたんですね。あ、はい、で、シンガポールとか香港とか、はい、まあ、本当に様々なところに行ってたんですけど、実は今から35、5年ぐらい前から行き出したんです。はい、それまであまりアジア行かなくて、ヨーロッパとかアメリカよく行ってたんですね。あ、で、この30年、特にその35年ぐらいから10年ぐらいっていうのは、はい、アジアに行くと沸騰してたんですね。沸騰、日本ってもうその頃は、はい、あの生活がね豊か で、はい、でバブルになる前だったのですごい豊かだったんですよね。はい、でその頃そういう東南アジアって、うん、これから日本に追いつけ追い越せという時代で、うん、そうですね、すっごいエネルギッシュだったんです。もう皆さんがもうパワフルパワフルというか、もうやったるでという感じの、だから台湾に行った時は、バイクが移動手段ですよね。はい、でバイクに最高8人乗ってましたからね1台中国雑技団的な感じですよね。8人、まあ、おんぶしたりしてやってるんですけど、家族みんな乗って移動してるとかね。もう交通違反とかも関係なしぐらいの感じなんですか。まあ、関係ない、もう5、6人乗ってるのは普通っていう感じでしたからね。すごいですねその状況も。でそれからあのベトナムとか、はい、まあ、今はタイによく行くんですけどね、はい、本当にアジアってこの10年20年でまるっきり変わってしまってるんですよ。はい、だから一番最初にあの中国に行ったのは、はい、上海とか北京とか行ったんですけどね、はい、それ今から25年ぐらい前なんですよ。はい、その頃例えば今あれだけきらびやかな上海の南京ルーという、ね、大通り目抜き通り、はい、ネオンなかったんですよ。でも20年ちょっと前までそんな状態だったんですね。今もう全くね
オリンピックとかいろんなものがあって変わってしまった。だから本当にこう20年という月日の凄さというか、というよりも日本って本当に今のままずっと続いてるような感じしません？なんか変わらないような。良くも悪くもそうかもしれませんね。でも200年前はよく考えてたら刀を刺して、はい、そうですね。200年前は ね、そうですよね。お侍さんとかがほぼ200年前って、ね、で日本もすごい変化してるんですけども、アジアって本当にすごくて、でヨーロッパとかアメリカに行くと、はい、ヨーロッパって全く変わらないんですよね。あ、そうなんですね、ええ、だからいつ行っても、はい、私何度か同じ国に3回ぐらい行ってるんですけど、はい、マップなくても覚えてますから、ね、あ、でもそれぐらい、じゃあ道とかも変わってないってことなんですね。何も変わらない。だからそういう意味では本当にすごくて、アジアの急成長ぶりはじゃあすごいエネルギーですよね。はあ、まあ、若干ね変わったと、はい、景気が悪くなったと本当にそうなので、やっぱり1年に1度は行かないとダメですねあ、でも今回じゃあ香港の街に行かれて、ね、いろいろ新しい大発見がいっぱいありました。あ、ビルがたくさん並んでるのは皆さんご存知ですし、はい、ネオンが素晴らしいってもご存知ですよね。で香港の香港島クーロンがあって、その先に香港島があるんですけど、はい、その裏も全部見せていただいたんですね、はい、リゾートまであるんですね。あ、ビーチが。そうなんですね、ビーチ、ええ、すっごいリゾートがあったり、だから香港とは思えない、はい、で香港は、はい、ディズニーランドもあるんですね。あ、そうなんですね。そうです、できたんですね、ええ、うん、できてすごい人気になったそうです、はい、ところが香港島の中に昔から、うん、シーワールド、ちょっと名前をね正確に忘れましたけど、はい、そういう遊園地があったんですよ、うんうんうん、でそこがディズニーランドができたら、はい、こう入園者が少なくなったんです。そうですよね、ちょっとやっぱり影響がありますよね。ところが、はい、徹底して努力をされて、はい、今ディズニーランドよりもそちらの方が多いんです、はい、すごい、実はディズニーランドを抜くぐらいの勢いで、だから香港島の上の方から、はい、途中までね、はい、電車があって、そこからケーブルカーでずっと何キロ、結構ね、うん、5キロとか移動していって、そのシーワールドに着くんですよ、はい、へ、だからそういう楽しさをどん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 演出して、まず日本のようですよね。ああ、そうなんですね、うん、そのようにじゃどん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 活気づいている香港の中でも、私いろいろ社長に聞きたかったのが、その食とか、本当に健康長寿の国じゃないですか、はい、まあ、どういったところがそれにつながってるのかなって、社長が体感された中で、まず死んでいる魚を食べない、はあ、生きている魚を買ってくるんです、各ご家庭でも。そうです、へえ、だから全部生きてるんです。はいはいはい、で水槽の中に魚が生きてて入ってて、はい、でこうわざと出して置くと、魚ってこうピンピンピンって跳ねるじゃないですか、はい、そうですよね、元気でしょって言うへえ、で弱ると、はい、水槽の中にまた入れて、もう一回ちょっと元気になってもらうみたいな。でこれって言ったらこうさばいて、実際にも魚を開いてね置いてるものもありますけども、うんうん、それはなかなか売れないんですよね。あ、そうなんですね、だから本当にこう生きてるものを食べる。それから野菜って普通こう日本の野菜ってね、はい、例えば白菜でも頭がこういうふうに置いてありますよね、はいはい、で全部香港の野菜ってお尻が見えてるんです、はい、あ、なんですかそれは。そういう陳列なんです、はい、だからここが時間の経過とともに酸化するから色変わりますよね。新鮮さをそこでちゃんと判断していただくために。だから売り手も買い手も分かってるのでインチキがない。おお、すごい。あ、じゃあ皆さん本当にしっかり生きてるものを食べるっていうか、あ、だから全く我々の感覚と違うんですね。本当ですね。違います。そうですよね。あまり生きてるままの魚って、我々ね、私もスーパーよく行くんですよ、はい、料理も作るので、はい、そうするとね、いつも家内に言われるので、はい、期限切れのはダメよと言われるので奥から取るようにしてるんですけど、はい、そういうこと全然ないです見たらわかる。へえ、うん、それ素晴らしいですよね。それから、はい、よく散歩をされてます。あ、運動という形ですかね。す、体を動かす、だから運動と食がやっぱりミックスされてるんでしょうね、はい、だから健康というか。でそしてやっぱり体を冷やさないというか、そのやっぱりBS ファインにつながるところかなと思うんですけど、その
温めるというか、やっぱりね、私、ヨさんのお知り合いの香港の方たちと一緒に食事をしたんですが、はい、ビール飲まれませんでしたね。そうなんですね、キンキンに冷えたビールっていうのは、そうです。だからワインを常温で、まあね、ワインは常温ですけど、はい、飲まれたり、はい、それからあのマオタイとかね、それも常温で飲まれたり、お水とかも、お水は当然ながら、はい、どちらかというとお湯ですよね、あ、左右ぐらいな感じで、そうそうそう、だからそういうふうに気を使われてる。だからやっぱり冷たいものを飲まれてる方は中にはおられますけどね、もちろんね、うん。で面白いのは、はい、その香港って今中国の観光客がすごいんですね。あ、そうなんですね。あの空論の香港島が見えるアプローチがあるんですけども、はい、そこにもすごいんですけど、はい、その人たちは冷たいものいっぱい飲んでますね。あ、中国の方々じゃあ観光客の方がまあ冷たいものを、そうだから、あ、この人は中国だよってすぐ分かる。それこそ日本人が行った時とかもやっぱり氷入ったお水とか、うん、やっぱりでもそうやって食だとか体を動かすこと、うん、そして体を冷やさないこととか、うん、そういったことがこうまとまって健康長寿の国につながっているっていうことがあるんでしょうね、だから夜も早いですしね、あ、しっかり日本の場合2時3時まで、私若い頃いつも毎日2時3時まで飲んでましたけど、あまりないですね。あ、そういったこともなく、だから初日行って11時ぐらいにはもうほとんどお店が閉まってて、で昼12時ぐらいも皆さんこう引いてるような感じでしたね、いや本当になんかいろいろ健康につながってるでしょうね、だからぜひね、はい、あのなかなか遠いから行けないんですけども、はい、今はこれから4月になると、うん、あの飛行機代少し安くなりますからねお社長なんか香港の宣伝していけない、そうじゃないだからあの、はい、来週私今度ベトナムに行きますので、そうなんですねだから今度放送どうなんです、またベトナムのお話が聞けるのか、その前ですかね、そうです、あの8日に帰ってくるので9日が火曜日ですから、あ、そうですね、来週ですね、あ、そうか、はい、じゃあ5日の放送はまだですかね、そうです、あ、次の放送の時は楽しみですね、久々のベトナム放送します。いやでも本当にね、いろんなその訪問の中からまたそのさらに新しい BS ファインの商品につながっていくかなと思うんですけども、だから海外に行くとどういう状況があるかって見えるんですね、そうですね、そうです、だから、あ、私今回香港に行って、はい、まさか香港がこれだけ寒いと思いませんでした。そうなんですね、割とこうずっと年中暖かいイメージはありますけど、亜熱帯なので、はい、実はあの熱帯とは違うんですね、バンコクは熱帯なのでいつも37、8度、はい、ひどいと40度を超えてますけどね、だからやっぱり20度台が多いんですね、あ、そうなんですね、だから本当に運動したら汗をかく、汗をかいた時に BS ワイン着ると体が冷えない、冷えない、そういうことでやっぱりいろんなところで BS ファインお役に立てるんじゃないかというふうに思ってまいりました。そうですね、いや私もまあ今日ちなみに靴下も、はい、あのレギンスも肌着も全部またいつものごとく BS ファイン、全身 BS ファインなんですけれども、はい、社長も本日ももちろん中は、はい、今見えないですけど、はい、中はねもちろんそうだと思うんですけど、今日来る途中、はい、杉の花粉が、はい、もう煙のように飛んでましたもう私今日それに悩まされてるんですそう、まあ、とにかくね、まあ、皆さん BS ファイン、あの今日ねいらしてくださっている角野社長、あの BS ファインのこの商品いろいろお話も聞きたいんですけれども、もうお時間が、はい、あの来てしまったので、まずね、あの皆さん何なんだろう BS ファインはと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。あのいろいろ肌着、そしてあの寝具なんかも取り揃えていらっしゃいまして、本当に年中ね着用いただけて体をとにかく冷やさない、そんな商品になってますので、あのまずは無料のパンフレットがございますので、こちらご請求ください。サンプルリストバンドも1枚セットでお送りいただけますので、手首や足首にねはめて、あとこれからも季節の変わり目でね気温の差も激しいと思いますので、ぜひあのまずは体感していただけたらと思います。お電話番号申し上げます。0120-259-789 0120-259-789 カモ繊維までお問い合わせください。もちろんホームページの方もねございますので、 BS ファイン着る岩盤浴調べてみてください。ということで社長、今日はどうもありがとうございました。ご出演いただきましてありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上 BS ファインのコーナーでした。内田屋 J カントリー。辛いお腹の冷え、キルガンバン浴 BS ファインのウエストウォーマーはただつけるだけで岩盤浴のようにお腹を温め、朝までぐっすり眠れます。サンプル付き無料カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 カモ繊維まで。
内田彩セブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン。ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩 J カントリー。さあさあ内田彩 J カントリー、来週じゃない、もう来月ですね、3月、はい、3月からもライブがいっぱい決まっておりますので、ぜひ遊びに来てください。まずは今週土曜日です。ゼストお池五湖町音楽広場、3月2日土曜日3時頃から観覧無料となっております。もうまさに五湖町広場でございます。ゼストのね、いらしてください。そして3月17日日曜日、京都府立テルサホールで今年も開催されます京都オープリーカントリーミュージックコンサート、私の出演は2時頃からとなっておりまして、チケット前より3000円、当日が3500円、チケット私のライブ会場でも販売させていただいておりますし、メールのご予約も受けたまっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。そしてワンマンライブがね、もういよいよ1ヶ月切りましたけれども、3月21日木曜日祝日、321でございます。木曜日祝日、時間は2時スタート、会場は神奈町三条下がるにありますボックスホール、チケットは前売り2000円、当日2500円、ベッドドリンク代600円となっております。電話予約ありますので言うときますね、075-255-1596 075-255-1596、これ会場のねボックスホールに電話つながりますので、ご予約よろしくお願いいたします。チケットはうちらのライブ会場でも販売いたしますので、今週のね土曜日ぜひゼストお池の五湖町広場3時頃からもいらしていただけたらと思います。よろしくお願いします。あと、うちらのアルバムは Amazon、iTunes でもご購入いただけます。あと大垣書店、イオンモール京都店、十字屋三条本店さんでもご購入いただけます。内田彩、彩ひらがなでね検索してみてください。詳細ホームページブログと載っております。さあ来週のメッセージテーマ、来週はもういよいよ3月に入るということで、春なのでいろいろ皆さんなんか始めるんじゃないかな、これ新しく始めようと思ってるねっていうことあるんじゃないかなと思って、これにします。新しく始めたいことぜひ教えてください。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 ファックスは075-431-2300、また番組ホームページのねお便り送信フォームからもメッセージを送っていただけます。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にサイン入りアメリカンポストカード、そして BS ファインのサンプルリストバンド入りパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れのないに書いて送ってきてください。さあ今日はですね、メッセージテーマ、お風呂浸かる浸からないということなんですけれども、角野社長はお風呂浸かりますか？はい、首までしっかり浸かります。あ、首まで、そう、はい、私もやっぱりしっかりもう顎ひたるぐらいまで で浸かりますよね。やっぱり体を冷やさないことがね大切なんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。ジョギング大好きおじさん、私はお風呂に浸かりますよ。そしてじっくりと温まるために浸かりながら歯磨きをします。でも春までです。夏の間だけはシャワーになり秋になると復活します。お風呂浸かりながら歯磨きします？家内がしてます。家内がされてますか？私はそっか、上がってからするタイプです。はい、おでこぽんさん、お風呂寒いから入ります。よく体調不良になるのでこの時期抵抗力を上げる意味でも入っております。銭湯好きです。最近は露根寺に行ったり帰りにテクテクと船岡温泉にも寄りましたよと。そうですね、やっぱりねしっかり体温めることが免疫とかにもねつながるんじゃないかなと思うんですけどね。ライムライトさん、夏など暑い日にはシャワーだけで十分だけど、真冬の寒い日は湯船に浸かっています。特段何もしていませんが浸かっても 4,5 分程度です。そうですね、まあ浸かりすぎてものぼせてもねしんどいかもしれないですけど、まあ、しっかり本当に温まったなって感じるぐらいまでがねちょうどいいかもですね。ヒロリンさん、長く浸かるのは苦手で短めに浸かります。ラジオ聞きながら入りますよの、徳兵衛丸さん、お風呂大好きなんで毎晩ゆっくり湯船に浸かってぼーっとするのが至福の時間です。そろそろ愛犬をお風呂に入れてあげようかなとか考えたりします。愛犬は僕がお風呂場に行くとついてきて出てくるまで足拭きマットに伏せて待ってくれてます。なんて可愛らしい、可愛い。他にも田舎のくまさんさん、ひーたんさん、かまじいさん、びわこさん、宮城県のゆきさん、とくちゃんさん、ひーちゃんさん、小結び藤乃山さん、高校野球ゴジラ大好き芸人さん、キャプテンキーロックさん、あんさん、まいずるのせいちゃんさん、赤い水星さん、あっきゃんさん、キラキラさん、イージーライダーさん、ジンさん、ロスティーさん、おばけ
けのキューちゃんさん、ブーニャさん、他もなどなどたくさんメッセージありがとうございました。ということで今週はですね、なんとなんと BS ファイの角野社長にご出演いただいたということで、またBS5 の商品のお話なんかも、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、ということで、内田屋の、ね、ライブは今週土曜日ゼストお池五湖町音楽広場にて、3時ごろからとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、ということでお待ちしております、そして今週のゲスト角野社長、 BS5 の角野社長、そして内田彩でございました。また来週お会いいたしましょう。バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン加茂繊維の提供でお送りしました。